じゃあ宿屋の前で集合にしよう。軍人としてはお前や私のような細マッチョが向いている。細マッチョって。しかし剣術家としてはゴリマッチョも嫌いではない。ゴリマッチョ、どうだフィデル、お前もゴリマッチョにしてみないか。一度その体で振るう剣と手合わせしてみたいが。ご遠慮申し上げます。道場前で落ち合おう。アンヌさん、楽しそうに機械を使いますよね。わかりますか？やっぱり好きなんですね。フィデルさんにとって剣術はどうなんですか？もちろん好きです。好きこそものの上手なれですよね。何ですかそれ？私たちの故郷の星のことわざです。好きこそものの上手なれいい言葉ですね。このただならぬ殺気やつか。どうしたんですか？お手合わせ願おうか。ちょ、猫を相手に何やってるんですか？止めるなミキ、これは越えねばならぬ壁なのだ。あ、もしかして猫が怖いんですか？今日はこれぐらいにしておいてやろう。それ完全に負け惜しみですから。あ、姉ちゃんのこと思い出してたの。研究所で私たち二人はずっと一緒だった。でも自由なんて何もなかった。私は偶然自由になった。でもお姉ちゃんは、お姉ちゃんにも教えてあげたい。外はこんなに広くて素敵なことで溢れてるって。道場前で落ち合おう。エマーソンさんもアンヌさんもすごいですね。船でのお二人の働きぶりには震えました。ありがとうございます。フィデルさんも軍人になりたいですか？はい、父のような軍人になれたらと思います。フィデルさんなら大歓迎です。軍人になるならレスリア軍ではなくぜひうちに。全てが終わったら地球に来られないか艦長に話してみます。なんか嫌な予感。相当の手だれとお見受けした。お手合わせいただけるだろうか。ヴィクトルさん、相手はおじいさんですよ。ミキよ、この御仁に失礼だぞ。おそらく何かの達人だ。私には普通のおじいさんにしか見えません。耳が遠いみたいですね。やっぱ普通のおじいさんですよ。くっ、私では不服だというのか。まだまだ精進せねば。何これ。フィ
リレル、私考えてたの。もしフィデルたちと会ってなかったらどうなってたのかなって。きっと一人ぼっちで何もできなかった。お家も見つけられずにあの人たちに捕まってたと思う。フィデルたちに会えて本当によかった。ありがとう、フィデル。リリアには何度も助けられたよ。こちらこそありがとう。じゃあターボリフト前に集合だ。ドラクロア殿はもっと力強さが必要です。なぜ私まで稽古を。こういうのは一人より二人で受けた方がいいだろう。お二人とも軍人だけあって筋がいい。訓練すればいい剣術家になれるでしょう。え、筋がいいんですか。お前さっき嫌がってなかったか。手取り足取りご指導しましょう。手取り足取り、ビクトル、やっぱり。フェイクリードはどうだった。自然環境は至ってよく綺麗なところでした。そうか。フェイクリードの国同士が争っていたと聞いたが。どこにでも争いの種はあるものですね。思うところはあるだろうが我々は干渉すべきではない。はい、肝に銘じておきます。それと艦長の現地女性への干渉も監視してくれ。はあ、そうですね。しっかり監視しておきます。そういえば副長、お前婚活進んでるのか。この間飯食ったって言ってた子。あ、ほらオペレーターの。ダメだった。そうか。じゃあ今度新しい子を紹介するよ。艦長、うん、勘弁してください。ごめん。アンヌさん、あの人のお守り大変そうですね。え、ああ艦長ですか。ビシッとしてる時はいいですよ。でも普段はチャランポランですぐナンパして。もう慣れました。それに息抜きも必要なんです。きっと随分物分かりがいいんですね。偉いな。尊敬してますから。本人には内緒ですよ。おっと。そういえば副長、この星でついに幽霊を見つけたぞ。艦長、定期的にモニターしてるんですから。ホラーだってわかりますよ。しかもパインパインの巨乳で目玉が飛び出るほど美人だったぞ。ほう。あ、いや別に興味はありません。嘘つき、今ちょっと興味湧いてる。湧いてませんよ。仕事してください。パインパイン。ターボリフト前に集合だ。今回の一件が片付いたら少しゆっくりされてはどうですか。常に新しいホラ話のネタが俺を待っているからな。艦長の趣味に付き合わせないでくださいよ。お前だって結構楽しんでるだろう。楽しんでませんよ。変わったことは一つだけ。なんだ。調理長が手を滑らせて酒瓶を落としました。夕食は酒抜きか。落とした拍子に娘さんの写真データを濡らしてしまい、復旧まで調理が手につきません。一大事だな。飯抜きか。機械調理で我慢してください。じゃあ
ターボリフト前に集合だ。文明の影響範囲はどんな感じだ？はい、幸い持ち込まれた武器が少なかったため文明への影響は大きくありません。記録も抹消できると思います。記憶は消えないでしょうが。記憶は仕方ない。銃器の進歩に影響はあるかもしれんが、問題は生態系ですね。こちらはひどいもんです。これほど大規模な生態系汚染を一体どうして？紋章生物が消えれば少しは元に戻るさ。被害を最小限に抑えるよう観測を続けてくれ。異常があればすぐに報告を。はい、艦長、お任せください。じゃあ宿屋の前で集合にしよう。甘いものが好きなんだって？はい、子供の頃の夢は世の中のスイーツ全制覇でした。なんというか壮大な夢だね。あの転送装置さえあればどこのスイーツでも。そういう目的では使用禁止だ。大丈夫、いざとなったらレリアに手伝ってもらって。一回冷静になろう。じゃあ宿屋の前で集合にしよう。フィデル、酒は好きか？もちろん好きです。そうかそうか、酒は忠実な人類の友だからな。僕もそう思います。嬉しい時に杯を開け、悲しい時にグラスを舐め、記念日はとっておきの封を開け、死に際してはグラスを掲げる。酒は人生であり文化だよ。ごめん。エマーソンさんがアンヌさんのことすごく高く評価してるみたいですけど、小さい頃から勉強が得意だったんですか？私の場合、祖母の影響が強かったかもしれません。おばあちゃんですか？祖母の趣味がコンピューターで、小さい頃から祖母と一緒にゲームやネットワークで遊んでました。なんかすごいおばあちゃんですね。いいなぁ。どうにしよう。ごめん。アンヌさんのおばあちゃんってすごいんですよね。とてつもない怪力だと聞いた。樽でお酒をグビグビいくらしい。アンヌさん以上に頭もいいそうです。おまけに身長2メートル50センチ、なんちゃってな。どうしてご存知なんですか？久しいな。どうした？元気がないじゃないか。ビクトルよ、今までお前は何をしていたんだい？自分のやるべきことをやっていた。そのやるべきことはまだ終わらないのかい？ああ、おそらくもうここへは戻れない。僕はライバルの足かせとなる男でありたくない。だから止めはしないが、お前は僕のライバルだということを忘れないでおくれよ。ああ、分かってる。
お前ここに住んでるわけじゃないんだな。うん。早く言えよな。探しちゃっただろ。お前よく若い男の人と一緒にいるだろ。あれ彼氏か。彼氏？いいんだ。じゃあまたな。じゃあ宿屋の前で集合にしよう。ミキにもパパとママがいるの？いないよ。小さい頃に二人とも亡くなっちゃったから。パパは漁師でね、弓がとても上手だったんだって。動物や植物にも詳しくて、診療所のメリル先生と仲が良かったそうよ。いないと寂しい？ううん、フィデルがいてくれたから。リリアは寂しい？ううん、みんないるから寂しくない。そうだね、寂しくないね。困りますわ。そう言わずにいろいろ教えてよ。だから軍の規定は教えられません。ちょっとだけ、ちょっとだけだから。困ります。隊長、助けてください。お嬢ちゃんはさぞかしいいご両親に育てられたんだろうな。いえ、実はもう二人とも亡くなっていて、フィデル兄の家で実の子供のように育ててもらいました。そうだったんだね。それでフィデル兄なのか。え、言ってました？本気で言ってるのかい？気づいてなかったなんて衝撃の事実だよ。あー、すみません、昔からの癖でつい。やっぱり直した方がいいですよね。いや、お兄ちゃんって呼ばれるのは男のロマンだよ。むしろそのままがいい。妹か。隊長、お久しぶりっす。お変わりないようで。隊長、ハナ、ダックス、グンタ、苦労をかけてすまない。何言ってるんすか。レスリアは俺たちに任せてくださいよ。調子のいいこと言ってますわね。ダックスさんがいなければどうなってたか。お前たちも変わりないようだな。隊長はまた行かれるのですか。なあ、まだ旅の途中だ。そうですか。ハナ、しょげるなよ。俺が隊長の分まで頑張るっす。隊長、レスリアのことはお任せください。感謝する。お前たちが部下でよかった。心配事でも？部下たちのことだ。すべて任せ、投げ出してきたから気がかりでな。気持ちはわかります。エマーソンは随分と放任主義なようだが、不満はないのか？はい、私への信頼の表れと受け取っています。そうか、そう思ってくれているといいんだが。おっと、ごめん。おっと、なんだリリア。おじいちゃん、観察。観察？ミキの方へ行きなさい。おじいちゃん、観察。勘弁してくれ。
じゃあ宿屋の前で集合にしよう。ごめん。そこに犬がいたの。すごい尻尾振ってた。犬は賢い生き物だ。尻尾を振って好意を示す。好意？好きってこと？そうだ。おじちゃんも尻尾があったら分かりやすいのにな。ああ、そうか。お、ごめん。じゃあ宿屋の前で集合にしよう。大丈夫？この辺段差があるから転ばないようにね。ありがとう、ミキ。優しくてママみたい。そう？確かにお母さんっぽい。ああ、お袋みたいだ。みんなのお母さんね。だな。こんなに大きな子供はいりません。じゃあ宿屋の前で集合にしよう。ね、ママのこと思い出そうとしてたの。何か思い出せた？なんとなく一緒にいたのは覚えてるけど、全然思い出せなかった。焦らないで、ゆっくり思い出せばいいよ。パパとママ今何してるかな。私のこと探してくれてるのかな。軍人として相手の命を奪うことに抵抗はないのか？軍人なら必ず突き当たる難題だな。戦うことに泣き言は言わない。なぜなら俺は戦争の道具だからだ。しかし今感じている抵抗感を終生忘れてはならない。なぜなら俺は人間だからだ。昔俺はそう教わったよ。いい師匠だな。いつか俺もその人に会わせてくれ。生きていたらな。掃除の基本は上から下へ。まず高いところの埃を落として、最後に床を磨くんですよ。四角い部屋を丸く掃くべからず、中心からではなく部屋の端から順番に掃くのがポイント。2年着ない服は処分する。いるかいらないか判断できないものは基本捨てる。はい先生、質問です。自分の部屋には捨てられないものが多すぎて掃除ロボットがエラーを起こすんですが。捨てなさい。方法なんてそれしかないですよ。集合にしよう。ごめん。ずいぶん遠くまで来ちゃったね。ねえフィデル、私を連れてきたこと後悔してる？そばにいてくれてよかったと思ってる。よかった。実はいらないんじゃないかってずっと心配だった。むしろこっちが頼りっぱなしですまなかったよ。気配りが足りなくてごめんな。違うでしょ、こういう時はごめんじゃなくてありがとうでしょ。ありがとう。こちらこそありがとう。おっと、大変なことに気づいてしまったんだ。何があったんですか？クロノスって意味知ってるか？確か古代ギリシャの神話に出てきたと記憶しています。あれって負ける方の神なんだ。深刻だろ？深刻ですね。村がヘイタロンに襲われた時胸が痛かった。でもそれより悲惨な現実がある。エマーソンさんや
アンヌさんたちも戦争をしている。あんなに進んだ文明を持っているのに私にできることって何なんだろう。もっと考えなきゃ。もっともっと。ごめん。今回の一件に関しての上層部ですが。上層部批判は感心しないな。はい。出世しろ。興味ありません。自分の顔を通そうと思ったら上に行ってムカつく秘密主義を取っ払うしかないさ。はい。宿屋の前で集合にしよう。全部終わったらいつかスタール村に帰れるかな。全てが終わったら帰れるさ。その時はもちろん二人で一緒だよね。もちろんだよ。ちょっと寂しかったけどもう大丈夫。フィデルが一緒って言ってくれたから。目の前の壁を自らの力で乗り越えるのと人任せで崩れ去るのを待つのは似ているようで違う。そこからどうしていくのか、何を正しいと信じればいいのか、奮い立たせてくれるのは自分だけ。目を覚ませ、目を覚ませ、目を覚ませ、目を覚ませ。また歩き出せる。その時が新しい何かを生み出す瞬間なんだろう。俺たちの星で流行った歌の歌詞だ。ダリル殿を失ったお前に送ろうと思ってな。元気出せとは言わない。ただ負けるなよ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。あれ消えちゃった。まさかリリアさんには何かが見えて。気のせい。きっと気のせいです。あの時さ、パパが先に倒れて、すぐにママも倒れて、私ろくに看病もさせてもらえなかったでしょ。病気がうつるかもしれないって。そうだったかな。死ぬまで会えなくて、やっと対面できた二人は別人みたいに痩せてて、あんな思いしたくなくて治癒の順位を施してもらったけど、この順位があっても私の力不足で助けられなかったって思っちゃう時があって、なかなかうまくいかないね。ああ、なんか話してすっきりしゃっきりした。私頑張るから。もっと頑張るからね。リーディアンたちは霊感が強すぎませんか。未開惑星にはありがちなことだ。しかしそんな弱点があったのか。放っておいてください。だが階段なら我が連邦も負けてないぞ。軍艦には階段がつきものだからな。例えば。聞きたくありません。失礼します。宿屋の前で集合にしよう。さん、最近あまりお水を飲みませんよね。ええ。
あんまり水分を取ると夜中にトイレに行かなくてはならないので。もしかしてお化け怖い？はい。これからは一緒にトイレ行きますから、遠慮なく起こしてください。お願いします。おっと、フィデル、これプレゼント。これは？その日頃のお礼っていうか、なんていうか。はあ、いいじゃん、黙って受け取ってよ。これからもよろしくね、フィデル。